皆さんこんにちは、Bレジェンド小林です。今回はホエープロテイン VS ソイプロテイン、どっちが筋肥大に効果的か解説していきます。プロテインを頑張ってね飲んでる方っていうのは、まあ皆さんね体作りに対して意識の高い方だと思いますので、効率よくね筋肉をつけていきたいと考えてらっしゃる方多いと思います。女性であってもやっぱりねお尻の筋肉つけていきたいとか、太もものね裏側ハムストリングの筋肉つけてこう女性らしいね綺麗なラインにしていきたいとかね、そういう風に考えてらっしゃる方多いかと思います。で効率よくね筋肉をつけていくにはホエーかソイかどっちを飲んだらいいのっていうことについてね、ズバリお答えをしていきたいと思います。で結論から申し上げますと、どっちも変わりません。一応ですね栄養素的には実はホエープロテインの方が筋肥大に効果的な栄養バランスをしています。一般的にですね植物性のタンパク質よりも動物性のタンパク質の方が体内での利用効率がいいというふうに言われています。その時点でまずソイプロテインよりもホエープロテインの方が筋肥大にとってはまあ効果的かなっていうことになってくるんですね。そしてもう一つの、ね、違いとしてはアミノ酸のバランスにあるんですね。両方ともですねアミノ酸スコア100なので人間の体に必要な必須アミノ酸は全種類入ってるんですけども、その中でも特に筋肥大に重要だと言われている BCAA、 バリン、ロイシン、イソロイシン、この3種類をまあ総称して BCAA と呼ぶんですけども、この BCAA の量がまあホエープロテインの方が多いんですよ。この BCAA の中でも特にロイシンというアミノ酸が筋肥大のスイッチを入れてくれる効果があるということで、非常にね筋肥大に効果的って言われているアミノ酸なんですけども、ホエープロテインの方がこのロイシンの含有量が多いので、一見するとねソイプロテインよりもホエープロテインの方が筋肥大に効果的ですっていう風にまあ言うこともできるんですが、実際のところですね1日に1回か2回飲むぐらいの量でですね違いなんか出ないんですよ。そもそもプロテインって食事の補助として飲むもので1日に摂るタンパク質の大多数は食事から摂るわけですよね。そう考えると補助で飲むプロテインの違いってもうビビたる差でしかないんですよ。ほんのちょっとの差でしかないんですよ。なので一応理論上はホエーの方が筋肥大に効果的な要素が大きいんですが、実際日常生活で飲む量を考えるともうどっちを飲んでいただいても筋肥大の効率ってそんなに変わりませんよ。それよりも1日トータルでしっかり必要な量のタンパク質を食事を中心としてちゃんと取れるかどうか、そっちの方が筋肥大の効率を大きく左右する要素であるので、あえてですね結論としてはどっちも変わりませんという回答をさせていただきました。毎日ほとんどプロテインだけでタンパク質取ってますっていう方であれば、まあ、それだったらまあホエーの方がいいんじゃないでしょうかっていう回答になるんですけども、まあそんな方もまずいらっしゃらないと思います。まあやっぱりしっかり食事からタンパク質取ってる方の方が多いと思いますので、そういう意味では理論上はホエーの方が筋肥大に効果的な要素が多いんだけども、サプリでね飲むぐらいの量では変わんないんで、体質に合うかどうかとか味がね好みかどうかとか、コストパフォーマンスに合うかどうかとかね、そういう要素で総合的に判断して決めていただいたらいいと思います。どちらのプロテインでも実際に日常生活にね取り入れて飲むぐらいの量では筋肥大の効率に差はありませんので、安心して飲みたいものを飲んでいただければ大丈夫です。参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。他にもね Bレジェンド公式 LINE の方ではお得な情報を配信しておりますので、ぜひ概要欄のリンクをタップクリックしていただいて登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。